皆さんこんにちは。亀屋薬局漢方薬剤師の古賀です。今回はですね、今ずっとこの生理でわかるこの体質改善法ということでね、お話ししているんですけども、今結局そして気虚っていう形で、お話ししてきて、いよいよ本命のね、このお血ですね、血王とも言いますけども、ここの部分、この生理痛っていうこの痛みに関しては、ここの部分すごく大きく関わるところですので、しっかりねお話をしていきたいなと思いますので、今回もどうぞよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。じゃあこのね、このお血ですね、これがね基本的にこの生理痛の話でのこう本命になってくるんですけども、このお血っていうのがね、何なのか、血をとも言うと先ほど言いましたけども、この血の不調っていうのがね、前回話した前々回ですね話したこの血虚っていうのと、あとこのお血ですね、そして血熱とかね、こういったものがあるんですけども、血虚はね血の不足っていうことでお話ししましたけども、このお血とか血熱とかっていうのはこの血のこの動きの乱れですね、これが原因でいろんな不調が起こってくるっていうことなんですけども、今回はこのお血の話ですね。で、この血巡りをですね、先導するものっていうのが、前回話した気の役割になるので、この気の状態を考慮しながらね、こう治療っていうのもやっていくんですけども、今回はこの痛みっていうところからね、どういう痛みがこのお血の体質、そしてそのお血を体質を改善することでこの生理の状態というのも良くしていくっていう、そういうお話になります。で、この中医学の中ではですね、有名な一つの言葉として、普通即痛ですね、遠ざればすなわち痛むっていうね、こういう、普通即痛っていう言葉がありますけども、血の巡りが悪いというのがこの、簡単に言うとこのお血の状態ということですので、血巡りが悪いとなかなか酸素とか栄養が届かずに、こう酸欠に細胞もなってですね、こう痛みとかそういう炎症が起きやすいということなんですよね。で、ですのでこの生理痛というのはこの血の流れ、これが悪いことでひどい痛みというのが起きてくるということなんですけども、西洋医学的にはどう考えるかというと、この経血をですね、こう排出するというところで、この炎症物質のですね、プロスタグランジンというのが出てきます。で、このプロスタグランジンが出ることで子宮が収縮して、この経血を出していくんですけども、この血巡りが悪い、血流が悪いとですね、このプロスタグランジンが長く居座ってしまうんですよね。滞ってしまいますので、その分、子宮収縮が強く出たりだとか痛みが強く出たりしますので、西洋医学的な治療としてはよく使われるのが、このプロスタグランジンの合成阻害薬っていうね、いわゆる痛み止めっていうのがね使われるんですけども、これはこのプロスタグランジンの合成を抑えることで痛みを取ってるんですけども、血巡りを改善するわけじゃないので、やはりこう毎月毎月その月経が来ると強い痛みが来るとかいうことになってしまいますので、できればそういったもので痛みを抑えながら体質改善、このお血の体質改善をやっていくっていうことが大事になります。そのお血の原因としてはですね、いろいろあります。運動不足とか、タバコとかですね、あと食生活だとか、冷えとか、いろんな生活習慣で、この生活習慣を改善することで結構改善が見込めます。ですけども、少しね、それに後押しする形で漢方薬とかを使っていくと、なおその改善が早くなるということですね。で、いずれはこの漢方薬も使わずに生活養生だけでこの生理痛を、調節していくというのが、最良になります。そういった部分もその後ほど、お話をさせていただきますけども、今回はですね、このお血タイプの方のこの生理の状態について少しお話ししたいと思います。で、この生理の特徴としてはですね、先ほど言ったようにこの下腹部ですね、こう子宮が収縮していきます。その時に出るプロスタグランジンの状態だとか血流の状態とかで痛みが出てくるので、やはりこの下腹部の痛みっていうのがやはり強いということになります。で、その痛みがですね、こうキリキリとこう刺すような痛みですね、こうぐっとこうね、よじれるような痛みですね、人によってはもう立ってられないぐらい痛い場合があります。で、この痛みの度合いもそうなんですけど、出血の量とかもそうなんですが、ひどい場合はやはりこれは病院で一度診察を受けていただいた方がいいです。特にこのお血タイプの方っていうのは生理痛がひどいっていう
ことで、まあ、例えば痛み止めで、まあ、なんとかなるようでしたら体質改善、漢方系とか、生活養生とかでどうにかなりますけども、まあ、立ってられないぐらい痛いとか動けないぐらい痛いという場合は、これはですね、その下地に例えば子宮内膜症だとかチョコレート脳腫とか子宮腺筋症とかですね、あと子宮筋腫とか、まあ、様々な病気が隠れている場合がありますので、まあ、これはちょっとあまりひどい場合は一度診察を受けた方がいいと思います。で、そういう痛み、そしてあとは出血量が多い傾向にあります。ですからこの出血量もですね、まあ、これも、まあ、どのくらいがじゃあ多いのか、どのくらいが少ないのかっていうのがね、なかなか人と比べないので難しいところではありますけども、まあ、これもですね、ちょっと後ほどまたお話ししていきたいと思います。でこの経血の特徴としては、こう少しこう赤黒いというか少し黒ずんでいるような感じですね。血流が悪いのでこのちょっとこう黒ずんでいる感じ、そして特徴としてはレバー状の塊ですね、まあ、ちょっと大きいものがあまり出る人はこれも子宮内膜症とかそういったのも疑った方がいいんですけども、まあ、そういうレバー状の塊が出る人というのはこのお血の生理の特徴ではあります。で先ほど言ったように量は多めで、まあ、1日目は少ないんですけど、この2日3日目というのが非常に多く出てくることがありますので注意が必要ですね。で日数としては長めですね。1週間以上だらだら続く方もいますので、まあ、なかなかこうスキッとこう終わらないっていうのも特徴の一つです。で生理周期としてはこういう方はちょっと不安定、なかなか周期が安定しない方っていうのも多いんですけども、ちょっと長くなりがちの方もいます。生理の前の症状としては結構ねよくPMS とかね言われますけども、そういったことが起きやすい、まあ、イライラしたりだとか、あとお腹が張ったりとかね、下半身がポコッと出たりしてちょっとこうスカートとかのウエストがきつくなったりする方もいます。であとは便秘になりやすい方もいますね。あと生理が来るかなどうかなと思ってなかなか来なかったりだとか、あと不正出血ですね、だらだらこう続いたりとか不正出血が起こるっていう方がいます。で痛みとしては先ほど言ったようにキリキリ痛むようにちょっときついですね。で、まあ、生理が始まった時からですね、ちょっとこう 1,2 年がこういう方多いですね。早めに始まる子もいますし、まあ、ちょっと遅くてもですね、こう始まってすぐはこういうちょっとおけつ的な症状が起きる方が多いです。まあ、あとこの血の滞りっていうのがね、こう全体的なこの婦人のトラブルの、まあ、原因になることが多いですので、まあ、基本的にはこの血巡りを良くするっていうことが非常にこのお血タイプだけじゃなくて、例えば、血虚タイプだとか、気虚タイプ、気滞タイプ、まあ、いろいろありますけども、どれも、ね、結局血の流れの悪さっていうところに行き着いて症状が起きてきますので、まあ、原因はそれぞれあるので養生法もちょっと変わってはくるんですけども、血巡りをとにかく、しっかり良くしておくっていうことが大事になります。まあ、原因としても、ね、いろいろありますし、まあ、基本的な原因としては冷えとか、あとストレス、まあ、あと過労、働きすぎとかね、まあ、こういったところが原因になってきて血の巡りの悪さっていうところが、例えばお血の状態として出てきたり、血虚として出てきたり、気虚として出てきたり、気滞として出てきたり、まあ、いろいろその人のタイプによって変わってくるので、まあ、とにかくね、今からの季節、まあ、冬になってくる季節っていうのはやっぱり下腹を冷やさないことですね。もちろん温めすぎも良くないんですけども、まあ、体を冷やすような生活っていうのはちょっと避けた方がいいと思います。で次はですね、このいわゆるお血タイプのこの、まあ、月経の養生、まあ、生理の養生っていうところでね、まあ、どういった生活をしていくといいかというところをお話ししていきたいと思います。今日はこのお血のタイプの方のこの生理の特徴っていう形でお話ししてみました。それではまた次回の放送でお会いしましょう。それではまた。